はい、本日はサーミオンドの、調理飯店さんの方に来ました。ああ、いやですか、半端じゃないですね。ですね、こちらの醤油飯店さんはですね、中華丼が爆盛りで参加していただけるということで、本日伺いました。それではじゃあ食べてみましょう。こちらが、通常のサイズとなります。はい、美味しそうな中華丼です。ご飯だけでこのボリューミー。はい、こちらが醤油飯店さんの爆盛り、五目かけご飯でございます。通常の4倍だそうで、おそらく多分3キロぐらいあるんじゃないのかなと思ってます。まあ、スープも多くついてますので、ぜひですね、食べてみてください。それでは実際私が食べてみます。はい、よろしくお願いします。じゃあ行きます。本当ね、量多いね。時間かかってん。超苦しい。手止まると早い。はい、タイムアップでございます。残った量はおよそ4分の5分の1ぐらいでしょうか。ここでタイムアップでございます。あと少しだったけど残念です。ね、あと普段だったら多分3口ぐらい食べるのかなと思ってます。なかなかやっぱり、ね、3キロ近いということでなかなかね、食べていただけませんでした。まあ、そうですね、本当に何でもすごく美味しくて、飽きずに色の具が入ってますので美味しく食べてます。ただ暑いです。すごく暑いです。あとですね、壁が食べてると崩れていきますので、ぜひですね、大学生の中のパンをうまく食べてから